吉尾克幸は、日本の地方政治家。第6代調布市長を1986年から2002年まで4期16年に、渡り務めた。1968年、早稲田大学法学部を卒業。大義士秘書、東京都議会議員秘書を経て、1975年に、調布市議会議員に初当選。1985年に、 調布市議会議長に就任。1986年に調布市長選挙に初当選。同年7月22日に第6代調布市長に就任した。1990年に再選。1994年に参選。1998年に4選を果たす。2002年7月7日の市長選では自由民主党、公明党、 保守党の推薦を受けて、無所属で出馬したが、多勢に批判を掲げて、立候補した、無所属新人の長友高木に敗れた。市長在任中は、1987年に、市の鳥として、目白を制定。1989年、市の第三次基本構想として、素敵に暮らしたい、愛と美の町、調布を策定した。2 0 0後の1990年、 公衆街道沿線の自治体が集まる公衆街道サミットの第1回を開催。また同年には調布市国際交流平和都市宣言を制定した。参戦後の1994年には行財政改革指針を策定し、市政施行40周年を迎えた翌1995年には可燃ごみ収集業務を民間委託するなど、市の業務の民間委託と、 行政改革を推進した。1997年には、調布市の公式ウェブサイトを開設し、翌1998年には、コミュニティ FM 局、調布 FM が開局。同年には、国土交通省が、京王線調布駅付近連続立体交差事業を採択し、市長在任中の最大の事業の一つとなった。1999年には、 FC 東京の設立に出資。調布基地の跡地に建設された東京スタジアムの開業に尽力するなど、スポーツ振興にも力を注いだ。市長退任直前の2002年には、アジア初の FIFA フフワールドカップとなった 2002FIFA ワールドカップが日韓合同で開催され、調布市はサウジアラビアチームのキャンプ地となった。2000年には、 市の人口が20万人を突破。第四代市長、本田ダ海一郎の在任中は、約10万人であった人口が2倍に増えていた。同年には、連続立体交差事業実現のため、中心市街地町づくり総合計画を策定。同年の千川駅前に、ロータリー設置計画の際には、当初は、駅前の桜の木を伐採する計画であったが、地元民が、 仙川駅前桜を守る会として、署名運動が起きたため、要望に応えて、桜の木を残した。また、同年3月21日には、コミュニティバス、調布市ミニバスが、運行開始し、最初の西路線が開業したことも特筆される。1999年5月1日から2002年7月21日まで、東京都市長会副会長を務める。 2002年7月21日、人気満了により、調布市長を退任。2008年6月1日から2011年まで、調布市社会福祉事業団理事長を務める。2014年に、朝日中受賞を受賞。2014年12月17日から2019年6月19日まで、社会福祉法人東京片た会理事を務める。 2019年12月21日死去。75歳没。葬儀は家族葬で執り行われた。東京スタジアムの開業、同スタジアムへの国体会再誘致、J リーグプロサッカーチーム FC 東京、ベルディ川崎の誘致に力を注いだ。甲風調布講演会会長を務め、調布市出身の力士、甲風の支援をしていた。ありがとうございます。